ラムさんこんにちは、ズッコです。それでは今回なんですけども、楽天ペイアプリが楽天エディに対応へ、キャンペーンも開催、ワタミグループでもお得なキャンペーン開催中ということで、今回は楽天ペイに関する情報を大きく分けて2つお伝えしていこうと思います。最初はワタミグループのキャンペーンについて、その後は楽天ペイと楽天エディの順番でお伝えします。それでは早速行ってみましょう。じゃんということで、ワタミグループの外食店舗にて楽天ペイアプリご利用で5%、 ポイント還元ということですね。まあこれ、関連の5%ポイントバックに関しては今のところ毎月開催されているので、まあ大体の流れはまあ把握できると思いますので、これは簡単にだけ解説します。こちらのキャンペーンは2月の3日から3月の2日までのキャンペーンとなっていまして、楽天関連のキャンペーンになるので、こちらはエントリーが必須となっています。 そして、このキャンペーンなんですが、現在も、ま、絶賛開催中の全店舗を対象5%還元のキャンペーンと組み合わせて利用することが可能となっていますので、まあ、最大での10%還元ができます。もちろん、両方とも専用ページでのエントリーも忘れずお願いします。 対象店舗なんですが、ご覧の通りですね、ワタミとかザワタミ、ミライザカトリメロとか、基本的にはワタミグループの外食店舗ということになります。まあ、こういうところで決済をしたら実質10%還元、楽天ポイントが還元されるということになりますね。まあ、どこにこのお店があるのか確認する際は、楽天ペアプリからもつマップの機能がついてるので、まあ、そこからぜひ確認してみてください。 で、このキャンペーンの残りの細かい情報ですね。付与されるポイントは楽天ポイントの期間限定ポイント。新定時期に関しては2020年の4月の末日頃。そして、先ほどもお伝えしたように、期間中5%還元のキャンペーンと組み合わせも可能なので、実質10%還元が可能ということになります。あと、ここに楽天カードを楽天ペイと紐付けたらさらに1%還元されるので、まあ最大でも11%分の還元も可能ということになりますので、まあぜひですね、ワタミグループを利用され 方は是非楽天ペイで決済すするのもなななんじゃいいかなと思います以上が、わたグループにて5%ポイント還元のキャンペーンについての解説でした。次はこちらですね。ドンということで、サムメイルにもありました通り、楽天ペイアプリでなんとついにですね、電子マネーの楽天エディが使えるようになりましたということです。これ結構意外でしたよね。 ちなみに楽天エディっていうのはバーコードを見せて決済する楽天ペイとは違ってリーダーにかざすだけで決済できる便利なキャッシュレス決済です。まあこのエディに関してはかなりまあ僕の視聴者さんでも愛用されてる方多いんじゃないかなとは思っています。で、この楽天の貯まったポイントを1ポイント1円として楽天のエディにチャージして支払うことができたりもします。使える場所は上の部分見ていただくと分かる通りこの楽天エディもしくはエディのマークが見 目印となってていまして使える場所に関してなんですけどもお店自体はまあ幅広くてですねファミリーマートローソンあとはバナナチップスチョコのお店で有名なセブンイレブン他にもドラッグストアとか家電量販店カフェとかマクドナルド飲食店とかでも結構使うこともできますあとはガソリンスタンドとかでも使うこともできますねちなみに決済音はこんな感じですよくコンビニとかでもよく耳にしますよね そして今回は楽天ペイアプリにエディが 追加されることを記念して、キャンペーンも開催されています。まあ、そのまま読み上げると、ダイヤモンド、プラチナ、ゴールド、シルバー会員様限定、初めて楽天ペイアプリで楽天エディを登録すると、エディ200円分をプレゼントということですね。まあ、金額的にそんなに大きいものではありませんが、楽天ペイにエディをくっつけるだけで200円もらえるならちょっとお得ですよね。まあ、ちょっと条件はある、あります。 ちなみに紐付けた瞬間にすぐにエディの200円分がもらえるというわけではなくて、登録した月の翌月の上旬に付与されるということになっています。で、ちょっと先ほどもお伝えしかけた条件というものなんですが、 このキャンペーンを受け取ることができる対象者っていうのが決まっています。まずこの1番なんですけども、Android のお財布携帯端末で過去に一度も楽天エディのご利用がないことというのが1番にきます。これ結構限られてきますよね。 で、次2番目。先ほどもお伝えしたように、ダイヤモンド、プラチナ、ゴールド、シルバー会員様ということですね。まあこれ普段楽天市場とか利用される方であれば、もうこれはクリアしてるんじゃないかなと思います。そして最後3番目。楽天ペイアプリ内で初めて楽天エディを登録された方となっています。まあなので、まあ全体的にこの対象者、この条件を見てもわかる通り、本当初めて楽天エディにデビューを、楽天エディのデビューをされる方向け、 っていう感じかなと思います。 で、今回一つ注意点としましたら、特典の付与に関しましては、特にその連絡、通知とかはないので、ちゃんとご自身で楽天ペイアプリと紐付けしたエディから受け取ることもできますし、あとは普通の通常の楽天エディのアプリからも受け取ることはできます。あ、で、先ほどお伝えし忘れたんですけども、今回はこれ、先ほどもちょっと出てきたんですが、Android のみが対応となってます。ちょっと iOS、iPhone 版はまだ対応してないので、そこはもうお気をつけください。 次にですね、設定方法も公式ページにありましたので、そちらも参考にしてお伝えします。まずは楽天ペイのアプリに新たにその楽天エディという項目が表示されているので、今右上の青い指のマークのとこなんですけども、この電子マネーというところで、そこでまずこの楽天エディというところをタップします。次に楽天エディの真下の方に楽天エディを始めるというところが出てくるので、ここをタップします。 そして処理中の画面が表示されるので、これで設定が完了という感じですね。結構やり方としたらすごいシンプルですね。ちなみに先ほども少しお伝えした200円分の特典付与に関しましては、ご覧のようにですね、楽天ペンのアプリからも受け取りは可能となってますので、電子マネーという項目の下に、まあ、ちょっとしたプレゼントマークみたいなものがあるので、それをタップしたら右側のエディを受け取るみたいな画面が出てくるので、ここからもぜひ試してみてください。 こちらは楽天ペイアプリから実際にエディで決済している時の画面ですね。まあこれがまあ一つにまとまるっていうのは本当に便利ですね。シャリーンってなるっていう感じです。 一応今お伝えしたことをまとめるとざっとこんな感じです。楽天ペアアプリに楽天エディを紐付けて200円分のエディがもらえるということと対象者は楽天エディに初めての方向けということですね。で、設定は結構簡単でシンプルということです。僕はですね、iPhone ユーザーなので設定は簡単とか言うのも結構変なんですけども見た感じは結構サクッとできそうだなっていう印象でございました。 まあ、そんなこんなで今回は大きく2つ、わだみグループでの5%のポイントバックキャンペーン、そして楽天エンペイアプリに楽天エディの機能が備わった、これらのこと2つについてお伝えをさせていただきました。 いやまあ僕の理想は先ほどもちょっとお伝えしたように iOS 端末など iPhone とかで利用が可能になればちょっと嬉しいなと思いましたまあ少し前にもちょっと動画にしたことはあったんですが iOS の端末からエリーのまあ残高が確認できるアプリ自体はリリースはされてるんですけども決済までができないっていうのがちょっと引っかかりますよね多分まあその iPhone とかのまあ機能面に関わることになるので対応できるかっていうのはちょっと謎なところにはあるんですけどもまあ今の時代 時代のトレンド的に qr コード決済バーコードを見して決済することがトレンドなのでまあ、どうなるかわからないんですが、なんちゃかんちゃ独自路線。 を行く楽天っていうのは個人的に結構好きですね。まあ、あと、楽天ペスイカの話もあったので、本当ま、春出るということなんですが、これもどうなることやらっていう感じには思います。まあ、一応今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクは下の概要欄に貼ってますので、詳細が気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 先ほどお伝えしたエディの内容にちょっと関連するんですが、まあ、ちょっと電子マネーの話題ですね。ちょっと昨日ですね、とあることがネットで話題になっていまして、あのフェリカの会社こと、フェリカネットワークスが2020年の4月から新たなポイントサービス、お財布マイルのモニターみたいなことをですね、期間、そして人数限定で開始するという情報が流れていました。まあ、これ今お伝えすることはネットの記事をちょっと参照させ,させていただいてたんですけども、これ でですね、新アプリのお財布ライププラスというものがリリースされて、そのトライアル参加募集というのも同時にスタートするということでした。これは、まあ、スイカとか、楽天、エディナナコ、ワオンという電子マネーを使うとポイントが貯まるアプリということで、まあ、さらにその電子マネーの利用者を増やすという感じみたいでしたね。 いやー、ほんとまあ、キャッシュレス決済でも、QR コード派、もしくは、還元率とか気にしないから、サクッと支払いたい電子マネー派、まあ、かざすタイプの方ですね。そのフェリカとかもそうなんですけども、まあ結構、どちらかに結構分かれますよね。なので、この新アプリ、お財布ライフプラスが、まあ、今後その、どのような活躍をするかっていうのがですね、ちょっと気になるとこではあります。まあちょっとですね、これに関する情報などがあれば、またま、まとめて僕の方で、またそういったのは動画にしようかなというふうに思っています。 ということで、ありがとうございました。